飛び出せユニバースイエーイファングルへ飛び出す。楽しみファンゴドキドキ。うわインポスターああテラトさんと頑張りましょう。お願いします。インポスターさあおなんだここえ待って形ほぼあれじゃん。あ待って名前出てこない。あだだだだだだ何ですかこれ。音ちょっとちゃう。マカ人狼になんか似てない気がする。いやちょっと思った俺も。あれこんなとこにミーティングあんな。なんかドロップシップあるな。マップ見よう。だいぶ不時着してるね。そうだね。ドロップシップが。はい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 。カフェテリアなんで軽くマップ見ますか。軽くマップ。形結構あそこと似てない？結構広いな。でか。通信室と保管庫の点々線気にならん？これなんだろう。それともクルーも移動できるみたいな。あ、ロープウェイ的なあるんちゃうこれ。はい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 。見に行きたい見に行きたい。みんなで見に行く。見に行こう。ミーティングから始まるのかな。あ、確かに。絶対ミーティングなんかね。焚き火しながら始まったけど。今のとこミーティングじゃなかったよな。ミーティングの左側の広場の真ん中だったよ。そうだよね。TBD やってた。そうだよ。あ、確かに。焚き火のオンライン。誰やこれ入れたやつ。楽しみや。あれだ、ポーラスにめっちゃ似てんだ。プラなんだこれ。エモー。あ、ミュートね。ああ、ミーティングから始まるんだ。なるほど。ちったま扉閉めてみるか。え、これ何？これキノコマーク何？やってみる？キノコマーク押してみていい？うい。何？え、何これ？かわいい！めっちゃかわいい！浮き輪ある。え、これあれか？誰が誰だかわかんなくなるやつか？え、何この人たち？この人たち何？やばめっちゃ今何を見たの？いやほんまにロープウェイやった。今さ、さっくんさ、見えた？今見えた、なんかサボタージュみたいな。なんかね、2人の姿が変わってね。そうね、見た目変わってなかった？なんか、色とかスキンが。スペになっちゃった。頭にうんち乗ったんだけど。スペになっちゃった。あれ、色なんだ。あれあれか。色開けたら変わるんじゃない？あ、そういうこと？タスクやってた、タスクやってた。そう、タスクやってた、ボワーンって。急にボワーンって。じゃあ、こっちは別やわ。ドア開けたらね、なんかね、ゴーグルをつけ始めたんよね、キャラクターが。なんか、保管庫入ったらね、毒ガス、ガスマスクみたいなやつ。はい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 。あ、保管庫なんだ。全然意味がわかんない。まだよくわからんな。ボタン押さないで。まだ探索したいんだから。よくわかんない。今まだ先っちょまでしか入ってない。確かに確かに。入り口でまだ分かってるから。あ、夕日が綺麗だな。おお。あ、これ何？なんもねえんだ。あ、これがボタンか。はいはい。うわ、汚ね、こっち汚ね。これ何？消えた。これ、あ、これ弁当だ。じゃあちょっとロープウェイでキル入れてえな。おー！でもこれ名前見えてんだったらあんま意味ないね。これ何これ？何これ？キノコ狩りです。キノコ狩りです。ちょっとこれ行きたいな。こっちか。テラゾさんここに逃げるだ。テラゾさん逃げるだ。テラゾさん逃げるよしよう。どこ行ったあいつら。わかんないけど同じ動きしたこ。わかんないけど同じ動きしたこ。おもろ。なんかね、キノコ踏んだらね、自分しか見えないね、ガスみたいなのが出たよ。自分しか見えない。見たことあるやつだ。あとね、研究室に入ろうとしたらキノコで塞がってて入れないの。それ多分ね、ドアと同じだよ。多分ドアをサボタージュなのかなあれ。多分ドア閉めじゃないあれ。そうなんじゃない。キノコ狩りできたよ。触ったら、キノコ出てきて、キノコ抜いたら入れる。キノコ抜くんだね。キノコ狩り。クリックする。魚釣りできた左の方で。え、いいの？真ん中でマシュマロ焼けたで。いいの？あったあった。やろう。こんなんあれじゃゲンさんとかのマロ読みがはかどっちゃうじゃん。いいんですか？ちょっと開けよう。任せろ俺に。キノコ狩りは。え、これ普通にさ、キノコ生えてくんの待たなきゃいけないの圧倒的じゃない？圧倒的に不利じゃない？楽しい！あ、でもこの間サボできない。開けてよ、早く。ぼやん。あ、これ名前は分かっちゃうのか。あんまりだな。てか早くキル取りたくない？そろそろ。戻るか。スポ。あ、ちょうどいいや。サクヤース。そして、ス全部閉めちゃえ。ボタン押しちゃえばいいんじゃ。あ、ボタンここじゃねえんだった。えい。あら何しぼんぬ。ついに。右じゃなさそうじゃない？右上とか。寺澤さんは無理そうかな。ざっくり。結構原子炉で一緒にいた瞬間あったけど。よっちゃんって扉開けるのめっちゃ手間取ってたとか。通信室いなかった？なんかいた気がする。Kagemaruが一番知ってそうだけどね。え、俺ね、通信室一人で逃げてる？先に出てますよ。保管口外に戻っちゃってる。よっちゃんはね、初手で左下の方に行ってるのは見たよ。左下？ブラックゾーンから研究室あたり歩いたけどいなかった。なんかそこしかいなかった。通信室ってさ、入ってすぐのところ、ロープウェイから。あ、そう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 、よちゅがいたところって。ちゃんどんだけいる？あれってよちゅだった？多分練習してたよね。竹やん影四つがいたんじゃないかな、そこに。で、僕は保管庫側に戻ってるから。俺もおった。あ、のすけもいたか。のすけさんはね、僕より前を走っててね。多分サボタージュ入ってる間とかの色情報ってあんまり参考にならないんじゃないかな。ならない。それで色ちょっと勘違いしたとかじゃない？左の方に確か行ったと思うよ、最初は。のすよちを俺が勘違いしてるかもしれない。左なら柿さんか僕かな、基本は。桜さんをね、右上らへんで見てないみたい。最後リアクターに入ってきた2人ってヤンミと誰？俺かな。のすけさん、そう、のすけさんはね、僕より前をね、走ってるから。やみちゃんはちょっとわからんけど。そう、のすけさんは無理そうだけど。かけはたでカフェスプラッシュまで行ってて、僕はミーティング通って研究室。かきさんはキッチンから通って研究室みたいな感じ。そうね。左下ならどっちかです。基本的には。なるほど。知らんけど、左下なのかどうかもわかんないけど。たくさん的にはどう？まあそうね。初坂と離れるタイミングがあったからそこでできると思う。てか左下は初坂以外見てないから。お、入るな。そんなに。まあこれは初坂がインポスターで、俺。あ、魔女狩りだよこんなの。こんなのってないよ。かわいそうすぎる。のすけ、悪い。お前は餌食だよ。危ねえ！俺ここタスクなかったらどうしようと思って今。ちゃんとありました。これもしかしてあれかな？見た目入れ替わってるときさ、俺だけなんじゃね？インポスターだけなんじゃね？名前見えてんの。いや。ないぼ。はい。俺は正直そのよっちゃんの死人左下を鵜呑みにしていいかわからないから柿さんに入れてないです。さっき入れた人は左下で見たって言ってもジャングル取ったら右行けるんだもんね。まあ俺が出した情報だから俺は 4票入ってましたね。いいのかな。僕は入れた。のすけは入れた。入れた。スヤンテラ影怪しいね。まあ右組結構厳しそうなイメージはあった。俺は俺もそう思ったからね。柿さんが俺で、多分竹藤畑がスキップか。たださっくんの位置は分かってないんだけど、さっくんの情報って出てんだっけ？さっくんは一切出てない。右上では見てない。いや、そうなんよね。脇は絶対真ん中なのは確かなんだけどね。なるほどね。寺蔵さんの情報を元に釣ってるから、まあガキさんを黒落ちと見るなら寺蔵さん釣りもまあ一応安定ではあるかって感じ、ね、まあまあまあありではある、まあまあまあ、でも藤宮目線で無理だったんですよ。気持ちはわかる。まあそう、寺蔵さん結構長い時間いたからまあ厳しそうかなと思ったけど、どっちかというと藤宮は畑迫の方が白く見えるって感じか。いや、畑迫が白いというか、まあ柿さんを釣ったのはまあ寺蔵さんの情報だからっていう、ね、うん、でも柿畑プールが上がった時に大体まあ藤宮寺蔵で右下に行ったって感じなんでね。キルはしてなかったとしても情報の嘘っていう点で柿寺ってことでしょ。なるほど。うん、いや俺はてっきり柿畑のその優劣はつけられないのかと思ってたから、まあ、そうそっちが優先されるんだってちょっと思って、まあ、任せますけど、どっちでもいいですよ。情報の出し方はね、畑迫さん印象いいけどね、うん、そうだね。両方インポスターやったりするんじゃないの、ね、柿畑の。柿畑で言うかな。いやだったらいたよって言わないかな。そうね、最初に自分とね柿さんをやり玉にあげてたから、うん、研究室とか持つとか生き残ってタスク化したいよ俺は、うんうん、マシュマロ焼こうぜ。助かったら霊界でもできるだろう。俺もいます。やったー。ういういうい嬉しそう。やばい、鬼木あたりには怪しまれてそうなんだよな俺。早めに口封じしときて早めに口封じしときてよ俺。あでも闇がいいカモが来たな。いいかも来たなこれ。釣り楽しいね闇。釣り楽しいね闇ね。楽しいんだこれ。これどうなのこれ。のすけ来ちゃった。あすごい。すごい、めっちゃいける。遠くすごい遠くいける。あ、畑迫です。いなそう。信じろ自分を。信じろ。くそー。土俵さん。さんは初動はね、ミーティングから下に行ってる。下？あ、それは見た。ジャングル方向。で、俺は原子炉方向に行ってタスクやって、一旦あの上に階段登って下がってくる時に影とすれ違って戻ってボタン。最初のサボが入ったぐらいまではヤンノスはキッチン側にいたはず。僕はそれを置いていってる。僕してやっぱのすけさんは無理から。これキルクル30秒だよね。うん、部屋の設定はそうです。あざっす。あ、もうあの後ずっと一緒にいて、スプラッシュゾーンカフェテリアって言ってカフェテリアで最後タスクしてる感じ。俺もまあ保管庫通信室って感じかな。まあでもまあヤンミノスケをお互い白として柿さんで落ちてると見るなら、まあやっぱ寺蔵さんもちょっと白くなって、そうなると寺蔵さん視点、さっきのキルで俺も若干キル難しいってなるから、少なくとも余地は絶対に藤宮キルできないと俺は思ってるよ。まあ畑影どっちかかなって。ヤンノスさんお互い白じゃないの。いや僕はのすけさんを釣り場に置いてキッチンに帰ってるから、俺ね一応ね釣り終わってキッチンに行ったら右下でやめちゃんがコソコソしてるのは見えてる。そうおるのは分かってるけど、何してるか。さっきのキルの時ヤンミね右いたから、まあまあそうやね。ヤンミちゃんは俺の後ろにおったから、そうさっくんが全く分かんないから何とも言えないのと、でもキッチンのそのキッチンって書いてあるこの青いところの中にいたんなら無理そうじゃないヤンノスって。そんなこともない。僕自体のすけさんはもうほぼ無理。いやまあ結構ヤンミちゃんリスクあるからキルするにしても、俺も結構白で置いてもいいかなと。Kagemaruっぽくなるかな現状。なんでまあ畑書きをなさそうとさっきの議論でするなら、なるほど、雑に弾いてった結果。確かに。まあでも情報をね結構俺と闇ちゃん弾いてくれてるから、まあ僕目線やんのす結構むずそう。藤宮寺像が分かんないけど、まあ僕でもよろしい。僕は一応印象は良いですけど、まあでも藤寺よりは畑迫かなと思っちゃうけど、まあでもなんか連れてる印象あるのかな。鍵当たってゼロでは全くないから、タスクをもうちょっとしたい。いやこれどうするよ。スがあると思う。あ、でもついてるわ、ちゃんとあるわ。ちょっと今の議論は黒かったね。どうしようかな。何入れるのが正解だろう。まあ、通信かな。結構ボタン使われてるだろうし、ちょっとそろそろタスク見えなくしよう。これは左でキル取って右で死人取るか。あ、やばそう。あいよヤンシはね、ヤンシキッチンとミーティングスプラッシュゾーンのデルタトライアングルの真ん中で死んでます。Kagemaruっぽいな。デルタトライアングルの上ぐらいにKagemaruいたからな。ちょっとね、俺が今スプラッシュゾーンから出てきてるんだけど、デルタトライアングルはちょっともうちょっと具体的に欲しい。あ、まあ普通に、まあそのスプラッシュゾーン、ミーティング、キッチンの三角形の間、このスプラッシュゾーンの入り口から真右に、右ちょい上ぐらいに歩いてったら見える。いや、キッチン出て右やねんね。あ、じゃあ分かんないわ。右のちょっと上ぐらいかな。ちょうど今Kagemaruがそっちから来た。うん、俺は絶対にそっちから来てる。他の最終死人ちょっと、最終地点欲しいな。わしは今通信室でサボタージュ直しとるぞ。藤宮に研究室に置いてかれてるから、藤宮してんの無理だと思う、俺は。時間的に厳しそう。うん。最後、ジャングルのあの真ん中がなんかモヤモヤしてたから誰かと思ってるはず。あ、そうね、俺が。キノコ踏んだ人がいる。僕はスプラッシュゾーンから行ってるんで。まあでも、キルクール結構ギリ、なんていうの、こう、早めに切ってる感じはあるけどね、そのタイミング的に。たら結局旗作を捨てられないけど、まあわかんねえな。じゃあ旗富士ってことになるよ。え、なんで旗富士ではなくない？藤宮は藤宮に置いてかれてるからね、俺。いやでものすけの話だと別にその後ちょっと時間がありそうっていうキルだって言ってるから。で、藤宮は研究室から抜けてミーティングのとこに行って影ピと会ってるんでしょ。絶対無理。俺は置いてかれてるから、藤宮に置いてかれた瞬間ぐらいに出ないと多分間に合わないよ。あ、本当。基本的にはKagemaruくんなんじゃないの。じゃあさっきヤミちゃんが、あ、じゃあオッケー。ヤンノスで白取り合ってて、身が死んでるから。じゃあ結局ごめんなさい、通信直ってないんで、じゃあ僕目線はごめん、寺富士で最終提出します。そこのラインは全然あるし、今回のキルもできちゃうから。白取り合ってるからね。うん、なるほど。最初のキルでね。うん、ごめん、僕は今この状況だとこれしかなくなっちゃったから、まあ通信中なんでもう一釣りで入れれると思うんで、藤寺どっちか釣ってほしいです。燃やしてやる。やだ。お前は島流しはやだ。神の豪華に焼かれて死ね。島流しはやだ。流れろ。釣りざれ。流れると思いきや。あずかば。生きて流れると思う。みんな、みんな待ってくれ。みんな。燃えちゃった。なんでこんなことに。爆炎だ。で、そのカメラはどこにあるの？ここで。あ、確かに。コンビニ？カメラコンビニ？右上、右上。これ？あ、違う。どこまで揺れんだろう。これ何？あ、これ通信か。あ、これね。結構ガンガン。ああ、はいはいはい。めっちゃ動きづら。あ、これか。使いづら。使いづら。WSD でね、動かせるよ。あ、WSD いいや。ああ、本当だ。いや、よくはないわ。全然。うん。とはいえ見にくい。なんて呼ばれるんだろう、これは。望遠鏡なんかな。望遠。あ、バイタルもあるんだ、ちゃんと。バイタル研究室だね。なにこれ。一緒な女よ。おお、めっちゃキノコ踏んでる。もう毎ターンタスクここにあれと思いながらかけて立ってた。いや、もう釣りが早すぎてさ、絶対こいつだと思ったけど、そんな嫌しいと思って。釣り早い。釣り早かったんだ、あれ。結構時間かけたと思ったけどな。どこで直すかわからんかった。これどこでしばらくね。通信室どこ？そうだね。あれは動かすのが難しい代わりにマップ全部見れるんじゃないかな。望遠鏡。釣ってるのが柿さんとKagemaruだから、これのどちらかでインポスターが落ちてるので、そうやね。どっちで落ちてると見るかですね。Kagemaruで落ちてるとするなら。のすけはまあ白くなるかな。あ、さっきのあれだけど、まあのすけはもうほぼ白。これKagemaruをくんならのすけなんだけど、あのKagemaruが通った直後ののすけリポだから。まあそうやね。いや俺はね、でもKagemaru君俺のセルフ追わんかったやん全然。まあそうね、うん、影丸を黒とした柿さん白になって、まあまあ、うん、畑迫か寺蔵さんかってなるかも。結局俺視点は藤宮どっちも無理だと思う。助は俺目線、闇と一緒にあの2キル無理だからな、ほぼ。うん、だっていやこれ俺も藤宮君は無理って出せるんよ、その1回目の2キルの時におったからね。柿さん黒の場合だけ僕は白にはあったけど、じゃあ輝き黒で基本寺堂さん黒かなってして。うんうん。俺も藤宮之助白っぽいから、ダサっ子なんかなって感じ。影丸黒木か。なるほどね。で、柿さんが黒だった場合は藤宮が一応さっきのキルができるでしょ。でも2キルが否定されるんだったらきっと藤宮が黒の世界線はないから影ピ黒しかなくなるかな。俺と藤宮があった時に。でも柿さんを白置きするのであれば。柿さんを釣ってる寺蔵さんは黒くなってスキップしてる畑迫は白くなるかな、投票的にはね、うん、まあ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 確かに、うん、投票だけでいったら影黒でいくんならこれどうだ。タスクはね、これちなみにアプリ回路は全くないです。僕も全然終わりません。展望台上部エンジン原子炉とか一切言ってないぞ。やりましょう。寺蔵さんに行く。いやー悩む。投票で違ってもいいから釣るんだ。うわーやられたー。でも耐えたね。タスクの流れ。テラジョー。夜の海を照らしている。よう燃えとる。おお。ナイスジー。見事な推理です。素晴らしいです。ナイス。しらじらしかったねテラジョーさん。タスクやってる時。あったってなんか。棒読みで言ってたから俺が殺したのが4つだよね。私の視点はね、サップに見えてたんだよ、殺されたの。あ、いや、合ってる合ってる合ってる。妊娠してる時だったからね。むずっ。寺蔵さんが左下のね、とこで死んでた。右上とか行ってないよ。あのピン、薄ピンって何だったの？誰かが変身した。俺ドキッとしたもんね。知ってるんじゃないのって言われて。黙々になってる時はあれだからね。むずい。心配いらね俺ら二人。君の元に後悔残さない俺ら二人。君の元にきっと変わらね俺ら二人。